はい、というわけで今回はこのマジョレットですね。これはもう昭和のなるんじゃないかなと思うんですけども、アルピーヌルノーかな、アルピーヌルノー A660 だったかな、あ、A660 じゃねえや、アルピーヌルノーの、A310 だね、A310 の、車になります。まあ、これもこれね、まあ、日本には見かけない感じで、そこがね、また面白いなっていうところではあるのではないかなと思いますけども、まあ、そういったね、まあ、傾向で、まあ、そこがこのね、まあ、ある意味ではこう日本にはもう見か、日本ではまあ見かけない、まあフランスあたりかなんかな、走ってるんじゃないかと思うんですけど、まあそういう系統の、まあ珍しいタイプになるかなっていう感じでございますね。まあなかなかいいですよね。で、こう SOS と書いてあるところもまたね、時代感を感じるというか、まあそういうところがいいなっていう感じですし、まあ昔はこういう風なね、スピーカーがあって、ここでウィーッつってね、こう、ま、なるんですよね。まあ、そういうタイプの、ものになって、まあ、時代化を感じて、今では、平成になった今ではあまり見かけることがなくなりましたけどもね。昔はこういうのがあったよっていう感じでございますかね。というわけでどうもありがとうございました。